きましたね、100条ね、はい、の値をそれぞれ求めましょう。まあ、これもどう考えても明らかに、解と係数の関係ですね。これを使ってあげるとね、サクッと問題が解けることが多いです。じゃあ今回も早速1番から解いていくんだけど、これ秒殺ですかね。アルファ足すベータは、はい、これ分のこれにマイナスをかけるので、マイナスの1分の1だから、アルファ足すベータは、まあ、速攻でマイナス1ってことになります。で、過去にを解く準備段階として解と係数の関係から、本当は解と係数の関係ってちゃんと書いた方がいいんだけど、アルファベータは、まあ、そのまま1でいい。じゃあこれ丸1、これ丸2として、括弧2に関してはこれも有名な式変形だね。はい、アルファ3乗足すベータ3乗はアルファのベータの3乗から3倍のアルファベータ括弧アルファ足すベータを引き算して調整してあげると、これもし知らなかったら覚えてください。1、2を代入して、すると求めるアルファ足す3乗ベータは、ここにはマイナス1の3乗だからマイナス1で、ここミスだよね、マイナス3かける1かけるマイナス1と、だからプラスの3だねと引く1だから、3引く1でプラスの2と、はい、これもまあ、すごい答えてる。括弧2まではめちゃめちゃ簡単ですね。今日はこのカッコ3をやるためにね、なんだこのカッコ3なんだ。で、普通に考えたら、まあ、よくじゃあ同じようにアルファの100乗を引くなんか何アルファベータカッコアルファ足すベータとかっていうのを引いてくみたいなことをやったりとかいろいろ考えるんだけど、ちょっとこれ無理そうなのよね。うん。で、言った時に、まあ、これもう問題解き慣れてる人は実際気づいちゃうんだけど、まあ先生だったら、まあ対数とかでログでなんかログ10の2とかでこう100乗を前に引っ張ってきたりとかするんだけど、でもこれそういう問題ではなさそうだよね。試してみるってことも大事ですね。求めてあげるとこれどうなるのかっていうと、さあ勘のいい人は気づいちゃうんだけど、これどっかで見たことないですかねっていうのと、さっきアルファ3乗足すベータ3乗の答えが2だったじゃん。うん、そう、これ累乗が大きい時にもう一個気づいてほしいのは、これ問題解いてる経験からするとこれよ、オメガ。さあ、オメガの性質覚えてますか？結局オメガって3乗したら1になって、オメガの2乗足すオメガ足す1イコール0って、まさにこれ実はオメガの式だったんだね。はい、とするとさ、これオメガを使ってあげるんですよ。いい？オメガの2乗の式を使ってってあげると、3乗したら1になるっていう性質を使ってあげるんだよ。要するにどっちが α でどっちが β だったとして実験してみるといい。じゃあ何でもいいよ、 α がプラスの方で β が2分のマイナス1マイナスルート3i だとして、それぞれこれ3乗してってあげると両方とも1になるから、うん、先生めんどくさいからやんないけどね。で、じゃあそれを使ってやってあげると、もうオメガすなわちオメガ3乗イコール1っていうのは分かっていて、やることとしては、まあそうだね、途中計算式として、まあちょっとやるか。これ確信犯ですよ。あの、実際はやんなくもう筆算とかしてる時間ないからやんなくていいんだけど、3乗すると
なんで参上するのって聞かれたとしても無視です。計算したらそうなるんですから。はい、これが成り立つわけよ。じゃあいい、これを書かないで裏で分かってるとして、大元の式を式変形していくと、はい、これ α×99 足す β×99、 じゃあこういう風にしてった時に、100を無理やり1乗と99乗に分けます。で3乗を33回に分ける、 β×β の3乗を33回かける。大丈夫かな、ここは一応補足として書いておくと、 α の99乗っていうのは α の3乗と33乗ってなってるんだけど、こことここ括弧の場合は掛け算だったね。で隣でこう掛け算で組み合わさってる場合は1と99を足し算して100乗戻るね。それを分解して逆にしてってるだけですね。うん、で3乗の33乗、3乗の33乗。でこれを左下のこの式使ってあげると、α×1 の33乗足す β×1 の33乗。はい、ということで1の33乗は所詮1です。だから α 足す β で、α 足す β って何だって言ったら、ここに書いてあるとおりマイナス1。累乗の数がやたら大きいなと思ったら、ログとかを疑ったり、オメガはオメガっていう文字使われた瞬間にめちゃくちゃ簡単な問題になるんだけど、α100 乗 β100 乗って言われてるとすごく難しくなっちゃう。はい、で、まあ、そこに気づけるかどうかがポイント。で、あとは記述のテクニックとしては、なんで3乗したら1になるのっていう、これを使いたい、気づいたから逆算してって、 α3 乗イコール β3 乗イコール1っていうのをいきなり引っ張り出すと変だから、一旦わざと解の公式を使って解いて、こういう風に、設定しますと。でそれぞれ3乗したら1になることはもう分かりきっているから、もうそれをあたかも知らなかったかのように式変形してたらこうなりますと。でやって解いていくといいんじゃないかなという感じです。はい、You may